アレクセイ・アンドレイ・エビチ・ミランチュクは、ロシアクラスのダール地方、スラビアンスク内ールクバに出身のプロサッカー選手、ロシア代表、アタランタ BC 所属、ポジションはミッドフィールダー、双子の弟のアントン・ミランチュクもサッカー選手、FC ロコモティフ・モスクワのユースチームで育成された、2013年4月のプレミアリーグ9番クラスのダール戦で17歳にして、スタメン出場し、 プロデビュー。試合は0から0のドローに終わった。2013年5月のアムカルペルミ戦で初ゴール。2015年5月のロシアカップ決勝ではロスタイムに決勝ゴールを挙げ、クラブ史上6度目の体幹に貢献した。2020年8月30日、アタランタ BG と契約した。2015年6月のベラルーシ戦で71分に、 ユーリジルコフト交代しロシア代表デビュー。途中出場から12分後に代表初合流となるチーム3点目を挙げ、4から2の勝利に貢献した。ありがとうございます。